どうも皆様こんばんは、すすです。今回はですね、久しぶりの動画になりますとか言いながら、本当は他に動画作ってて、その時にもお久しぶりですみたいな感じで言うんですけど、それは気にしないでください。でこれがお久しぶりの動画になるんですけど、ついにシーズン7が始まりましたね。というわけで今回は皆さん大体戦闘機とかが多分主流で動画が上がると思うんで、まあ、このグラップリングフックっていうのかな、なんていうかわかんないけど、これについてちょっとご説明をしていきたいと思います。これが結構いろんなところに張り巡らされてるんですよね。こういう風に山と山を行ったりとか、山と何こう繋いだりとか下とかやって、あとはこういう雪山とかいろんな場所にあります。こっちの方にも確かあるし、こっちのドラキュラ城、ヴァンパイア城みたいなところにもありますし、今回のマップの至るところに配置されたこのフックなんですけど、まあ、簡単に言えばこれはここに触れるだけ、糸に触れるだけで磁石で、いろんなところに行けるっていう、まあ、超便利なアイテムなんですけど、見ていただいて分かる通り同じスピードで同じ高さをこうスッて移動するだけなので、ワンチャンこうワンチャンっていうのか分かんないけど、 SR で見られたら流れに沿ってスッてエイムしながらズキュンって撃たれる可能性があるんですよね。でヘッショがないかもしれないけど、結局当てられるだけでかなり痛いし、正直 SR じゃなくても AR でめちゃめちゃ当たるんですよ。これスピード同じなの でそういう時に、自分がおすすめするのが、これです。ピョーン、これ。まあもちろんこれ高さがかなり高いのでミスれば死ぬんですけど、普通にこれ正面を向きながらこうバツするだけでジャンプしながらいけるんで、まあ、かなりいいですね。これよそ見すると、もちろんこっち行っちゃうと普通に死にます。普通のモードだったらですね。これはプレイグラウンドなので傘を開くマークが出てたりとかそういうことがあるんですけど、普通のソロモードとか、まあ、こういうグライダーが再展開されないモードだと、そこら辺で落ちたらというか、この紐から落ちた時点でまず、死にます。これはもう確定です。っていうか実際に死にましたし、なんかちょっといろいろ検証してたら、でこれはかなり本当に便利なんですよね。例えば山とかにこう向こうでなんだあそこの倉庫と上で撃ち合ってる最中にこれでシャーって行ったりとかっていうのがかなり便利なんですけど、上からこっちを見られた瞬間もう無理です。正直この状態で行くともうただの的が近寄ってきてるだけ、もうヒットマークというか、もう1キルがこっちに近づいてきてくれるだけっていう感じで、あと下からも上に登れるし、まあどっちからでも行けますね。上も下も。わかります？あそこに敵がいた場合、これで詰めるとすると、まあ無理っすよね。まあ普通に考えてクソほど狙いやすいですよね。ここに行ければいいんだけど、上から見られた場合は、もうここの線に沿ってスーッて来てるので AR 構えてバン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 、はい切る、はい OK ってしかならないんで、まあそういう時にああいうさっきのジャンプちょっと下に行っとけばよかったな。こっちで置いてちゃんと正面見とかないといけないんで、一回プレグラでなんかこうジャンプの感覚試してもらえればいいかなと思います。これするだけで普通に向こうにいたらもう AR はやばいんですけど、まあうん、普通に横から SR で抜かれることはまあそうそうないんじゃないかなと思います。こうなんかここら辺でなんかピョーンっていったりとか、まあ毎回なんかこんな感じでやってれば上手い人はある程度こう見切ってここだみたいな感じでやってくるかもしれないんですけど、まあこれを使ってこうやっていってる以上はこうスーピョーンスーピョーンみたいな感じでやってれば、まああんまり横から抜かれることはないんじゃないかなと思います。まあ、で戦闘機は、まあ、いろんな人も動画やってると思うんですけど、まあ、最初はスタートはバツをして飛んでビューンっていって、バババババババって、まあ、この下りはいらないけどぶっちゃけで、戦闘機は紐とかに引っかかっても別に落ちないんで、ここら辺は気にしないで全然 OK です。自分最初これ引っかかったら死ぬのかなと思ってたんでちょっとビビってたんですけど、まあ、全然そんなことないし、まあ、これも再点火されて、あとはこうビュンと上から上から降りながらここに引っかかっても確か飛べたはずなので、まあ、本体が引っかかれば全然問題ないです。で戦闘機の動画はしようかなと思ったけど、まあ、なんかクリップをツイッターに上げるぐらいにしようかなと思うので、まあ
ちょこちょこツイッターに上げていきます。でクリップが溜まったらなんかこう戦闘機のキルシールみたいな感じでなんか適当にポロポロっとなんか自己満で上げるかもしれないんですけど、まあその時は温かくお見守りください。でこういうのはまあ今回の動画はまあシーズン7始まって多分これ利用する人って結構いると思うんですよ。楽なんですよね。山と山の移動めっちゃめんどくさいんですよ。しかもクラフトの資材普通に使いますしね、かなり降りるのにも使うし、今はね再展開ないからで登るのにも使うし、で結構資材使うけど、まあこれがあれば資材なく、しかも結構スピードが出るっていうのがあるんで、まあ結構本当に便利なんですけど、撃たれる可能性がバリバリ高いんで、まあこれがかなり便利かなと。まあ、正直これってこれやっても AR はあんまり変わせないんで、まああくまで AR というか SR 封じっていう感じですね。 AR はまあ正直当てれる気がします。これやってようがやってまいが、あやってたらやってなければまあめちゃめちゃ当てやすいんですけど、この動きやってても AR だったら結構きついんで、まあ SR のなんか100ダメとか150ダメとかをまあ予防するっていう感じでやっていただけたらなと思うので、まあそこら辺はまあおいおいとなんかいろいろ対策を練っていけたらなと思うので、よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。さっき言ったように Twitter にもちょっとクリップ上げたりとかよくしてますので、ツイッターのフォローなどぜひぜひよろしくお願いいたします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。じゃあの。